ドリブルの種類は突破、ドライブ、キープ。じゃあどこで使うけれどって場所、そう場所がそう、これも書いてる。その結果やっぱりしっかりこうタイミングよく取るよね。このワードとかも結構出るからね、練習中に。試合中もみんなで使って、ペースがあるときはチャンスペースがあるからドライブできるね。ここでパスしないでドライブしてるよね。おそうそうね、そう要はここで、はい、ドライブしたことによってゆっくりだからいつでも、まあ、スルーパスじゃないけどいつでも何でもできる状態だった。だから待ってたのスルーパス出すタイミングを。だからパスは出す。
いや、やったらかしら。自分と仲間、好きと上手くなりたい、判断と実行、自立と発想、ね、じゃあそれぞれキーパーどんな内容ドリブルしますか。いや、しないよね。なんでしない。取られたらゴールをされちゃうってことを知ってるかって、ね、ドリブルをそこでしなきゃいけない、いや、しちゃいけないってことを知ってるから。三流は、三流は言われたことすらできる。二流は言われたことしかできない。一流は言われなくてもできる。超一流、うん、そのすね当てすらもちゃんと、いや、サッカーやるからすね当て必要で、怪我しちゃうじゃん。で、多分一流だったら覚えるだろうし、そういう準備がきちんとできる。言われなくてもできるんですよ、ね、歯磨きなさいよって言われなくても、いや、もう歯磨いたよって言えるぐらいがやっぱりベスト。プレーだったりとか行動をして、で、まあ、いいサッカー選手である前に、まあ、いい人であれっていうのが、ね、須田コーチがいつも言ってることは須田コーチのモットーなんだけど、ね、ここが大事だね。いい人であるってことが重要、まずは、ね、でもそれはこういうこと、普段からだから、ね、そういうなんか言われたことしかできないとか、言われなくてもやれよとかってコーチがよく言うのはそういうこと。いいサッカー選手になる前にまずここにならないと。